今日はお集まりいただきましてありがとうございます、ピアニスト内藤明と申します。今日ですね、岩部和弘先生と、安井浩一先生、このお二人は、まあ、非常に私がメンターとして慕っているお二人なんですけども、たまたま、まあ、私を、通じて、まあ、知り合われて、それで、盛り上がってるもんですから、まあ、この、おしゃべりをですね、ぜひ、まあ、公開の場でやったらよかろうということで、このような会を企画させていただきました。いずれも非常に、まあ今の音楽界に違和感を感じながらも、一人で、自分の美意識に、忠実にですね、ひたむきに音楽と向き合っていらした方なので、それが、まあ、非常に多分、同志を見つけて盛り上がってもらえるところだと思うんですけれども、今日は、そんな、我々のおしゃべりを皆さんと共有する時間にできればと思います。最初にですね、まあ楽器の紹介も兼ねて、我々3人で、一瞬ずつですねちょっと鳴らしてみたいと思いますけれども、グロットリアンの、1929年製の楽器です。すごく、ぬくもりのあるいい音がしています。僭越ながらちょっと私から弾きます。なんかないらしい。途中じゃなくてよかった、ね、まあいいや。
今の岩部先生が弾いてくださったのが、あの岩部先生の自作のロマンスなんです。ものすごくロマンティックな作品で、まあ、どんなところからちょっと話を、していこうかなと思いますけど、岩部先生にとってロマンとは？難しい話からになりましたね。そうですね、あの、まあ、私実は子供の時からあのすごい体が弱くてですね、いわゆる虚弱体質だったんですね。で2歳からピアノを始めたんですけど、まあ、親が音楽やってたもんで、ただいわゆるそのピアノの稽古っていうのはあんまり、はい、入ってます？聞こえますか？もうちょっとね、もうちょっと、あ、これで聞こえますか？大丈夫ですか？まあ、虚弱体質ですね。あの 2,3 歳の頃からあの音楽はやってたんですけども、あんまりいわゆるこう1日に何時間も練習してってことはできないたちで、それで、まあ、音楽は好きではいたんですけども、まあ、最初その、まあ、親子だとうまくいかないんでね、あの東方音楽教室の子供のための教室ですか、あそこに通わされてたんだけど、でその後芸大系の先生についたりしたんですけど、なんかあんまり気が進まなかったんですね。でただじいさんが持ってた、まあ、あの祖父はアマチュアの愛好家だったんですけど、 SP レコードが家にゴロゴロ転がっていて、それでアルトゥール・シュナーベルの弾いたベートーベンだとか、コルトーの弾いたシューマン、ショパンだとか、あとエミール・フォン・ザウアーってリストの愛弟子の弾いたリストのコンチェルトとか、そんなのが転がってて、それが私の音楽のこと始めっていうか、それを聞いたのが原体験になってるんです。で、まあ、ロマンって今内藤さんがおっしゃられましたけど、そういう往年の巨匠たちの音楽の中にある世界っていうのがやっぱりロマンだと感じたんですね、子供の時に。でだけど自分が習ってるピアノがどうもそれと全然違うっていうのをずっと思ってまして、でそれでずっと疑問を感じてたっていうのが正直なところです。で中学生になってホロヴィッツがテレビに初めて出たオンテレビジョンっていう番組を見るまでは、その謎が解けなかった。安井先生にとってそのいわゆるその今みたいな美意識になられたきっかけになった体験っていうのは、いや、あの、まあ岩部さんは僕より5つ今聞いたら下なんですよね。昭和35年ですよね。僕あ、じゃあ5つは昭和30年です。僕25年でね、あのまだね物心ついた頃が戦後だったんですよ。何にもないね、それこそ貧しい生活が大変な頃ですね。で今聞いて羨ましいと思ったのは、ご両親もね音楽的な雰囲気の中で そういう音に聞きながら育ったっていうことはとても嬉しいなと、羨ましいなと思ってますけど、僕なんてね、あのピアノもないし、あの音楽はどうもねあの好きだったみたいで、あのハーモニカとか笛とか吹いてね、当時あの児童会っていうのも何も楽しみないですからね、児童会館っていうところで音楽やったりして、音楽が得意だったんだけどね、で小学校に入って急にピアノって見て、僕は音楽得意だと思ったからね、何でも弾けるなと思ったら弾けなかったんですよね。それでね、あ習いたいなって、いや、ね、って始めたんだけど、うちにピアノなんてないんですよ。だからね紙鍵盤でね、小学校4年生ぐらいまでかなやらなかったですよ。あのそれでもね好きで、でも悪くなかったですよ。一回チマーマンと話したら、チマーマンもそうだって、あのピアノなかったって紙鍵盤ってあれいいんだよねって、うん、その音想像しないとつまんないでしょ、この指で動かしたって、もう歌わないと。だから昔、まあ、今は全然僕知ってませんけど、地方のコンクールでも審査行った時に、子供のコンクールで必ず話してくれるって言うとね、よくしたんですよ。1週間に1回でもいいから紙鍵盤で弾いてごらんって、あのそういうような状態で弾きました。で、まあ、ピアノも好きだったんですけど、僕はね初めて専門の
音楽っていうのは、ウィルヘム・ケンプ、ケンプの演奏をね、小学校の時かな、あの NHK のラジオでね、ベートーベンの連続演奏を全部放送したんだよ、あ、生で。いやー、驚いた。あのその放送あるはずだと思ってね、 NHK の前なんかちょっとした回でディレクターの人にいたから、そういう出してくれって言ったらね、その後ちょっと出ましたよ、その当時のその時の録音を、うん、それを聞いてね、あ、僕ピアノやりたいなと思ったのが始まりですけども、だから、うん、そうですね、だから今、うん、いかにして私は音楽家になったかっていう、あ、意味っていうよりいかにしてなったかっていうことを考えるとね、やっぱりね、音楽だけじゃない、私はね、その自然とかね、うち僕育ったのはね、北海道の平岸のりんご園って、有島武雄の生まれいずる悩みに出てきますよ、平岸のりんご園に住んでたって話がね、まあ創作ですけど、そこ、それぞれ私のうちがそのりんご園の中でね、綺麗だったんですよ、あの空は青でね、タンポポが咲いて、リンゴの花が咲いてね、あるいは夏になるとセミがこう上がってきて、セミになるでしょ、ああいうそのなんていうのかな、神々しいまでの一つの美しいっていうかな、神秘的な美しさに打たれた経験があるんですよ。これがね、あの今でも僕も思い出すし、なんかそういうものをこう求める心っていうのかな、それがずっと音楽を続けるエネルギーになったような気がします。うん、あ、まあそれで、まあ後でまたいろいろ話するんでしょうけど、あのドイツに行って、私はあのこんな単純程度にそれこそ、あの昔 のコルトとかね、あのその時代のエドウィン・フィッシャーのお弟子さんになるんですけどね、この先生についたんですけどね、この時に初めてあの真面目に、うん、自分やらなきゃいけないなっていうことを思った。つまりそれまではね、僕も怠け者であまり練習しなかったんですよ練習あまり好きでね、あのいわゆるそのなんていうかな、コンクールとかなんとかでね、みんな賞を取るためにもう鉢巻きしてさ、朝から夜まで練習してんじゃん、みんな芸大なんて行くと、友達みんなそうでしたよ、僕それができなかったねだからね、だからいろいろ好きなことやって、あのやってたんだけど、でね、あのドイツってその先生のとこ行った時にね、あのただ僕はあの幸いなことに、あの高校の時まで日本札幌ではその美しく自由に教えてくれる先生でね、あの考えさせる、違うんじゃないかな、このどうしろとは言う絶対なかった、だから僕自分で考えましたよ、どうしたらそこが綺麗に弾けるのか、何が綺麗じゃないのか、で中学生の頃なんてね、もう練習ノートつけてね、毎日練習ノートつけて、もうたくさんありましたよ、そういうふうにね、自分でこうなんていうかな、探っていくような人だったんね。でその芸大に入る時だけね、あれは苦しかった、だから、まあ、それまでそんなこれ嫌だと思ったら、もう芸大になんて行くもんかと思った。だってね、分かると思いますけどね、今でもそうだけどね、やはりその欠点を作らないんですよ、先生は。欠点作ると落ちちゃいますからね、欠点を作らないためには 何かっていうと、良いとこ取っちゃうんですよ不思議なことにね、そういうのに耐えられなくてね、僕何回も結局札幌から出てったけど、全然レッスンも受けてないと、お前なんてもう下手だ、帰れ、もう田舎者、帰れ帰れでね、昔の先生怖かったんですよ、本当に怖かったですよ、恐怖でね、なんか縮み上がるみたいなことを平気でやってた、今だったらね、新聞沙汰になったと思いますけどね、うん、そういうところで、うん、徹底的に嫌になりましたよね、もう受験前にしても札幌にも先生にも電話して、もう芸大受けないって言って、あの来年普通の大学に行って、それでも好きだから音楽はやるけど、芸大はもうやめたって言って出ました、うん、それでも結局ね、いろいろ先生の顔もあるからね、結局今年はそれしか受けられないんだからって言って受けさせられましたけどね、うん、それで自分としてはね、もうそこには本当に来年普通の大学に行って勉強しながらやるっていう道のりがしっかり見えたんだから、だからその時嬉しかったので、今この2人音楽大学行ってないんですよ、だからこれでこういうふうにさっきのね、自由に自然な呼吸をする音楽をする人がいるでしょ、こんなこと言っちゃ失礼だし、音楽大学っていうものに対して別に恨みも何もないんですけどね、どうしてもね平均化しちゃうんです、
僕もね今度試験する方になったでしょそうするとよくわかるんだけどね、そういうところのね、いわゆるその音楽教育の一つの問題点っていうのは僕すごく感じてたんです。もう辞めてから、大学辞めてからもう10年、もうちょっとで10年になるけどね、ずっと考えてて、なんか今の日本の、大学もそうだしコンクールもそうですよね、皆さんね、先生言ったらコンクールでしょうもらってっていうのは、これはね何にも音楽のためにやってることでもないし、その音楽やる人間に対しても誠実ではないと僕思ってたんです、自分では。で自分でできることは可能な限りやってきたつもりなんですけどね。でもそれも一つの一つの大学っていう、芸大中心としてこのトップのその一つのそういう価値観の中でしか見てこなかったなってことがね、内藤君とかね、あの岩部さん見ててね、本当になんていうかな、嬉しい驚きっていうかな、そういう感じてたんです。でお話ししてるうちにね、今日ここに来てる皆さんもね、そういう一つのそういう評価っていうかな、いわゆる音楽産業としての一つのこうなんていうかな、旗振りに従った音楽ばっかり聴かされてすごいとかテクニックあるとかって言ってるだけじゃ満足できないっていう人が今日来てると僕は信じてますだからね、そういう人たちが、あの若い人も含め先生も含め、本当に自分と音楽っていうものをねよく見つめて勉強してほしいと思って、それでそういうこういうお話、僕たちで3人だったらいつまでも話してるんだと思うんだけど、そういう話をね公開した方がいいんじゃないかということでちょっと一方に偏るかもしれませんけど、偏りとしたら僕ちょっとブレーキかけますけどね、そういうことでやってきました。ピンマイクはあれですか、うまくいってないですか、これどうですか、これだけだと聞こえないですか、後ろの方ちょっと音量が、僕のは切ってるかな、来てる、入ってますか、これ大丈夫ですか、大丈夫ですね、じゃあ、これで、はい、やります。今日の講座のタイトル、真実音楽を求めてというのは、安井先生がホームページに掲げてらっしゃったモットーなんですね。それでこの真実の音楽ということについてちょっと考えてみたいと思うんです。さっき実は子供の時の話をしまして、それでその後ホロビッツのところまで話をちょっとしたんですけども、ホロビッツって人も非常に個性の強い天才なんで、好き嫌いもあるでしょうし、あれがですね、もう一つの何ですかね、きっかけにはなったんですけども、私が中学校3年の時に初めてホロビッツがテレビに出るというんで、ホロビッツオンテレビジョンというコンサートがあったわけです。でそれを見た時に非常に衝撃を受けてですね、でまず弾く姿に衝撃を受けたし、もちろん音にも衝撃を受けたわけですね。で自分がそれまで 2,3 歳からピアノを習ってたわけですけど、自分がやってたのはあれは何だったんだろうかと思うぐらいショック、1週間ぐらいこううなされるような感じがしたんですよ。でそれでところがその当時の東邦や芸大の先生方が非常にそのホロビッツの弾き方はけしからんと、あれは真似しちゃいけない、であれはその天才だから許される弾き方で、私たちはきちんとやんなきゃダメよみたいな感じにおっしゃってたんですね。でだけど私は子供の頃にその天才に憧れてそれをこう研究してもなかなか途中までしか行けない、麓までしかもしかしたらいけないのに、その凡庸なるものをですね、手本にしてやったら永遠に凡庸なんじゃないかと思ったんですね。ですから自分がどれだけのことができるかできないか置いといて、やっぱりこの志だけは一番高いところに置いとかないと話にならないんじゃないかと思ったんですね。それでホロビッツってものをとにかく徹底的に研究しなきゃと思ったんですけどね。ただやっぱり自分はもう友達たちはみんな同じ年齢の人たちは音大受験のために1日3時間も5時間も弾いてる人たちばっかりですから、そのピアニストっていうものを目指すために自分が練習するっていう気が全然もうなくなっていたし、もともとなかったんですけどね。そもそもピアニストっていう職業に憧れがあるわけでもなかったし、
ということで、まあ、当時その自然科学にも非常に興味があって、まあ、望遠鏡で空を眺めたり工作をしたりも好きだったもんですから、まあ、それで大学や物理学の方に進んだんです。ただまあ作曲は好きでですね、6歳の時に初めて曲を作ってからちまちまと書いてたんですけど、17歳ぐらいですかね、高校2年ぐらいの時にちょうど親の関係で高田三郎という作曲家が家に遊びに来てですね、それでうちの親が私の書いてた曲を見せたんですね。でこの子はどうしたらいいかみたいに、まあ、月並みの 親の相談を持ちかけたわけです。でそしたらまあその高田先生が私の曲をじっと30分ぐらい眺めて、ずいぶん熱心に見る先生だなと思ったんですけど、で見終わったら一言、この子は自由にさせなさい、好きなようにさせなさいというふうにうちの親に言ってくれたおかげで、私は音大にも行かないで済んで、結局こうしなさいということをしないで済んだんですね。でそれで、まあ、物理学をやるために大学に入ったら、実はそこで大変な出会いが待ってたんです。それは理科大の1年生に上がった時に講義の一覧表を持って帰ったわけですね、配られて。だその中に一般教養の中に音楽史野村光一って書いてあったんです。で、まあ、野村光一ってご存知の方多いと思いますけど、音楽評論の草分けで、私が18歳の時に80何歳だったんです。でラフマニノフを生で聴いたという世代の人なんですね。実はラフマニノフのプレリュードの楽譜が日本で初めて発売された時に解説を野村先生が書いていて、それでラフマニノフのリサイタルをロンドンで聞いたと、それでそのプレリュードが素晴らしかったとか、コンチェルトも聞いたとか、そういう話が書いてあって、で、まあ、その時から憧れだったんですね。でそれで野村先生に生意気にも手紙を書いて、その時に自分が作った歌曲がちょうど歌われてレコードになったものがあったんで、それつけて送ったんですよ。そしたら、まあ普通ね、そんな偉い先生だからどこの馬の骨か分かんない男の子からその手紙が来ても返事もよこさないかなと思ってたんだけど、丁重な返事が来て、それでそのあなたのような作品を書く人が物理学の学校にお入りになるということに驚いてますということで、ぜひその私の講義を受けて、声をかけてくださいというふうに手紙が来たんです。それでその野村光一さんの講義の初めての時に出かけてって、それで終わってからその教壇のところにつかつかとこう歩いていって、でガンベですけどって言ったら、そしたら、いや一緒にお茶を飲みに行こうとかって誘ってくれて、でそれで神楽坂の喫茶店で2時間ぐらいで、もう野村先生にお会いしたら、そのラフマニノフのリサイタルの話をぜひ聞かないかと思って行ったら、まるでも昨日のことのようにね、情熱的に語ってくれて、それがもうすごく印象的だったんですね。でその時に野村先生にね、一つずっと持ち続けていた疑問をぶつけてみた。それはそのホロヴィッツを中学生の時に見て、自分は非常に衝撃を受けた。で子供の時から習ってたやり方と全然違う、ほとんど指は伸ばして鍵盤の上に置いてるままだし、体は全然動かさないしっていう話をして、だけどあれは真似しちゃいけないって先生方は言ってるけどどうなんですかっていう話を野村光一さんにぶつけたんです。そしたら野村先生が、いやー、私はラフマニノフもコルトーもブゾーニもローゼンタールもパハマも全部生で聴きました、つまり1850年60年生まれの人も全部聴いてるわけですね。でそれで、ああいう往年の巨匠はみんなホロヴィッツと同じでしたよ。でラフマニノフのコンサートなんか客席の真ん中で見てると、ほとんどピアノを弾いてるのかどうかわからないぐらいで、机の上で物書きをしているようにしか見えなかったとこういう話をされたんですね。でそれで、ああそうか、やっぱりそっちが正しかったんだというふうに確信を持って、で、まあ、その頃作曲はやってたんですけども、ピアノはせいぜい趣味で弾くよ
感じで、そんな別にステージで弾くなんてことは考えたこともなかったんですけど、ちょっとそれでいろいろ考えてですね、私なりに研究というか始めたんですね。でそれでまあその当時のヨゼ・ホフマンとかエゴン・ペトリとかローゼンタールとかバハマンとかそういう往年の巨匠たちのレコードを一生懸命集めてですね、聴き漁ったっていうのが、まあ、やっぱり自分のピアノにおいては大きな曲がり角になったのかなという気がしますね。まあ、ただその後いろいろ紆余曲折があってですね、やっぱり今のホールに置いてある普通のスタインウェイを弾くとなかなかうまくいかないことがたくさんあったり、あったんで、まあで私自身は二十歳代の頃はその野村先生が声をかけてくれた頃、日本歌曲をたくさん書いてまして、で石川啄木とか八木重吉とかそういう近代詩に歌をつけていたんです。で、まあ、そういうものがレコードで発売されたりってことはあったんですけども、あとその平井幸三郎さんという当時の、まあ大御所の作曲の先生が私の作品を聞いてですね、電話をかけてきてくれて、で詩と音楽の会という、当時芥川康さんとか高木登録さんとか中田義直さんとかそういう作曲家が入っていた作曲の会に入ってくれと声をかけてくれて、そこでそういうその偉い先生方と同じ場所でですね、作品発表の機会を与えてくださったってこともあって、ずっと二十歳代は作曲ばっかりやってたんです。でそれで、まあ、ただ歌曲を書いてると声楽家とのお付き合いが多くなってくるんで、それでまあ歌の伴奏を頼まれることが多くなってですね、でそうこうしてうちにその歌の伴奏の途中にソロも弾いてちょうだいみたいな感じになって、よくそのなぜかお客さんの前でピアノが弾くようにはなってたんですけど、別にピアノニストになってそれを職業にしようなんて全然思ってなかったわけです。でそれでまあただレパートリーがだんだん増えてきたんで、33歳の時に初めてソロだけで演奏会やってみてもいいかなという気持ちになって、それでリサイタルを開いて、で、ね、非常にその偶然の連続みたいな感じ。そしたらそのリサイタル、たまたま小島録音のエンジニア関わってた桜井さんという方が、レコーディングエンジニア、内藤さんもよくご存知でしょ、はい、彼が録音しててくれて、でそしてそれを小島、ちょうどあれですね、バリューホールの音響をやってらっしゃったんですね。そうです、そうです。で、彼が小島さんと親しくて、で小島録音の社長に聞かせたんですね、それを。そしたら、あ、これ発売しましょうとかいうことになって、それでその初めて開いたリサイタルの実況録音がそのまま CD で発売されるっていうことになっちゃったっていうのが、まあ、なんつうかピアニストを始めちゃったことのきっかけで、それまで私は作曲しかやるつもりはなかったということなんですね。ですからそのホロヴィッツや往年の巨匠たちの奏法っていうものに憧れて研究してたけども、なかなかそうはうまくはいかないっていう感じはしますけどね。あと大きなターニングポイントはやっぱり高木さんとの出会いですかね。ああそうですね。まあ実際に彼らが使っていたようなちょっと化け物級のポテンシャルを持つ楽器に触れられたということですね。そうそうそう、はい、で今高木クラビアというのは、まあ、業界で非常に有名な会社になりましたけど、まだ30年前はですね、高木さんは1階の調律師だったんですね。それで下倉楽器の調律家なんか出身の方で、でただ彼はニューヨークスタインウェイに憧れてて、そのホロヴィッツの音を目の前で聞きたいということをずっと夢見て調律師をやってた方で、それでちょうどね、ホロヴィッツが来日した時にキャピタル東急というホテルに泊まって、そのラウンジロビーにですね、1887年製の赤いローズウッドのフルコンが置いてあった。でそれをホロヴィッツが弾いてですね、びっくりして、こんな素晴らしいピアノがある日本にあるんだったら、自分はアメリカからピアノを運ばなくてよかったのにって言ったっていう、このエピソードがね、
ありまして、でその話を聞きつけて高木さんがそのピアノを購入してですね、もう骨董品で置いてあったピアノなんです。ところがそのピアノ実はカーネリーホールでラフマニノフの時代に使われてたような楽器でですね、でそれを当時のいい状態に戻そうということで、そのホロヴィッツの調律を30年やってたフランツ・モアという技術者にお願いして、それでもう一回アメリカにそれを送って、全部リビルドして日本に戻して、でさらにそれを調整して、でそれをちょうど2003年でしたが、私がリサイタルでお借りすることができて、で初めてそういうホロヴィッツが絶賛したような楽器で演奏会をできたんですね。で私のその時の印象では、あ、やっと自分が2歳の時からピアノを弾いてて出したかった音が出たっていう感じですね。だから楽器との出会いって大きいと思いますね、すごく。ですからもうそれ以来全てのレコーディングと演奏会はその楽器を持ち込みで、もう京都に行く時も大阪に行く時も静岡に行く時も高木さんに運んでもらってやってるっていう現状なんです。まあ、ガンベさんはね、そういうあの、まあ、贅沢なやりしたんですけど、僕いつもその驚かされるのが、安井先生の音は どんなピアノを弾かれても安井先生の音になるんですよね。そう、倉庫みたいなところでまだ修理されてないようなオンボロのピアノをちょっとこう触ってくださっても、なんか命を吹き返したような感じになって、その今聞いてて素晴らしいピアニストが日本にいるんだなってまた再認識しましたけどね。私はね、その芸大の入るときはそういう悲惨な思いですけど、大学に入ったってから水谷達夫さんっていう方に習ったんですよ。もうこの人明治生まれでね、長いことレオシロタとかね、レオニド・クロイツァーに日本で長いことついた人です。それでね、私は幸運なことに大学時代ね、普通の僕らの同僚とはちょっと一風違ったようなね、いわゆるピアノの音を作る方法についてこう作るんじゃなくて、例えばこっち側に向こうに滑らせてごらんとか、鍵盤の中から弾いてごらんとかね、いろんなことを刺激受けました。適宜実演も交えて、それを持って、その後僕もね、4年間は戸田敏子さんという声楽のクラスの伴奏助手として入って、芸大ですけどね、本当に声楽家の持ってる一つの音作りに対する触覚、身体的な触覚、本当に信じない、見えないでしょ。ピアノだったらまだ見えるじゃないですか、歌は見えないですよね。だからね、なんかのもうちょっと頭蓋骨緩めてとかね、目の奥開けてとかねそれでね、音が変わっちゃうんですよ。これはね、理屈じゃない、本当に違うんですよ。パッて、それで素晴らしい声で出た時にね、わあ、分かんないって、自分でどうやったか分かんないって、いい音出した時は全然実感ないもんなんです。ピアノもそうですよ。だから弾いてる感覚がある時っていうのはあんまり良くないんですよね。だからなんかあれ、自然になんかどっかから音が来るなっていう時にいいんですよ。だからそういうその不思議な音を作る感覚、身体が音を作る感覚っていうものにすごくね、よくいい勉強させてもらって、それからドイツ行ったんですよ。そのハンゼンさんっていうのはね、1976年にね、日本に来て東京文化会館の大ホールでリサイタルやったんです。で僕気に入ってね、びっくりした。本当にその自分がね、僕はその当時は昔のそれこそフィッシャーとか昔のコルトとかそういうのばっかり聞いてたんですけどね、でその時はだからその楽器も古いでしょ、録音の技術もまあ今と違うじゃないですか、そのせいかななんていうところにあったんだけども、そんなことはない、ハンゼン言うと全くその時の音が聞こえてきたんですよ。でびっくりしてね、それでなんかリサイタル終わって東京文化会館のね、客席から舞台に乗って控室まで行ってね、弟子にしてくださいって頼んだんです、先生に。すごいですね、いや今思うとすごい先生、ハンゼンのね、あの時のお前の顔はすごかったそれでね、いやそういう、いや僕はね、そういう出会いってさ、
芸術家の出会いってね、一発目が大事じゃないですか。それがね、それで一点でさ、最初にこう先生の前でフォアシュピールンとか演奏するでしょ。たらハンゼがパッと来て、君は誰についたって、日本で、日本からたくさん僕の先生生徒見るけど、君のように弾くのは見たことがないんだけど、誰についたんだって言って、それでその水田さんがレモネードクロイツァーについたとか、こういう話したただね、涙流さんばかりに喜んでね、クロイツァーが日本に行っちゃうって、ね、みんな悲しんだんだけど、クロイツァーがその日本でどういう仕事をしたしてきたかってことが分かって、とても嬉しいってね。それでね、まあ、その音楽的な趣味は僕はガメさんと同じ昔 の、 あのフルスベングラーとかね、そのブッシュクアルテットとかムーとか、そういう昔の音が好きでね、うん、それで行ったんで、音楽の作りもそうなんだけど、音楽についてはもうすごく認めてくれるんですよ。ただね、あの音は違うっていうのは、フィジカル、だからこれが問題なんです。ここがこっから始まったんです。あのね、ハンゼンの時代っていうのはね、あのいわゆるその巨匠がたくさん、巨匠はいたでしょ、いたけどね、その技術に関しては何も話さなかったって、うん、でね、あのハンゼンはハンゼンの世代、ただエドウィン・フィッシャーとかそのシュランベルの世代とちょっと違う、ちょっと20年ぐらい違うんですよ、ハンゼンの世代っていうのは。でチェロのフォヤマンっていうのとね、友達でよく、そのこういう素晴らしい音楽にをするための基本的な一つの技っていうかな、あるはずだって、それを伝えるっていうかな、解明するって、時は常に科学の時代なんですよ、うんうんうん、ね。だからね、うん、これをいいというか悪い、もちろん反面もあるんだけど、科学的にそういうバージス、その手、そのなんていうんですか、基準っていうものをね、伝えられるはずだって、若者に。このフォイアマンとハンゼンっていうのはね、ハンゼンはあの戦後デトモルトに大学を作るのにとっても尽力した人なんですけどね、戦争でドイツひどいことになったでしょ、もうあのヒトラーが全部ドイツの文化を破壊したんです、今のプーチンみたいに、ロシアを破壊しちゃったんですよ、プーチンは。でゲーテもゲーテも誰もいなくなっちゃった、ドイツに、その時代。そこからもう一度ドイツの文化っていうのをもう一回あの正しいものを伝えるっていうことにすごくね、使命感を持った人なんです、ハンゼンっていうのは。だからピアニストとしては素晴らしいんだけども、それを犠牲にしたって、うん、周りの人言ってますね。素晴らしい、もうテクニックも素晴らしいしね、イスラム絵なんてドイツで上演したのハンゼンだしね、そういう技巧的にもすごい人、すごい人なんだけど、それをどうしたら解明できるかってことを研究した人なんですよ。でそのフォーヤマンのところに行ったのが、あのどこの、サイトリッチ、サイトリッチなんですよ、はい、だからきっとね、フォーヤマンに技術、技術って言われて帰ってきたんですよ、うん、ね。ただね、その技術っていうのは、いわゆるその日本に帰ってきた場合にね、技術のレベルがかなり低かったから、その現実的なレベルだったんだけど、彼らのフォーヤマンとかハンゼルの言うあの技術ってそうじゃないんですよ。その神秘的なまでにすごい音の力ね、これはどこから来るのかって、それを研究したんですよ。で僕、真実の音っていうのはね、あのよくハンゼンがね、その君の演奏にはあのバーハイって真実がないってこういうよく言うんですよ。バーハイ、その君の真実がないっていうの、うん、ね、エドウィン・フィッシャーはね、弾いた時にはその音はあなたの声じゃなきゃいけないっていう、うん、発声ね。で科学の時代だからね、あの僕はそれも書いていろいろ思うんだけど、芸術っていうのはね、計測できないものを形にすることでしょ。あの詩的なものとか情感っていうのは計測できないでしょ。ところがピアノってこれはものだから、体もものだから計測できるじゃない。いわゆる加速度っていうもの、計算もできるじゃない。鍵盤のどこを弾いてどの部分にストンと引いたこの加速度と、これをちょっとした角度をこうやったときにコサインになるじゃないね。純粋に物理的にいや、考えてみる。それで、ね、物理的なんだけど、それを実際に試してみてね、それを自分の一つの、計測を拒む一つの自分の感性と自分の情念とでもって判断すればいいんですよ。そこのとこなんですよ。だからね、僕は素晴らしいと思うんだけど、その例えばブッシュのね、バイオリンのドヴォルザークのね、
商品なんてね、素晴らしいですよ。音の密度が、うん、私はあの夕日以来の演奏で踊る。ああ、そうですよ、水彩もそうですね。全然違うでしょ、で同じ作品をね、今の現代のまあ有名な人で弾くと全然違う、うん、聞きたくなくなる。そうそう、そう飛びちゃうよね。そうですね、そうね、そうでしょ。そこの違いがあるんですよ。これをね、だから僕最初言ってでしょ、ハンゼン、じゃあ教えてやるって本格的に教えてくれたんだけど、大変でした、そのフィジカルが。僕はね、自分であの自分にね仕返しするつもりになったな、あの時は。自分でやってこなかったから、いわゆる訓練っていうものを嫌がったからさ、うん、いや私もそうですけど、そうだからね。ただね、それがないとね絶対いけないところなんですよ。だからよくサッカーの選手でもね、あのドイツ行った時にフィジカルが違うっていうでしょ、 体力っていうか体の一つの体幹の強さが違うっていうでしょ。ここなんですよ。だからね、もう昔は考えたことがある。例えばこういう機械的なこういう体操とかね、手首のこういう回答、毎日500回やれってわけですよ。500回、これ1、2、3、4、これそれで100回やったら今度逆向き、それからこう2回、3回、これ逆、これでこれやると500回やってるんで、これね、ハンゼンやってみせたの、ピアノの上で。でピアニシモからだったらフォルテフォルシタ、それで同じ密度でピアニシモがね、やってみろって言われてね、やったんだけど2、3回もだってリズムだってちゃんと動きいかないしね。いや、それでね、あの僕はもう本当にびっくりした。それで、あ、これかと思ってね。だってね、もうレッスンの時にね、ちょっとドキなしで弾いてみたら、弾いてくれた時の音が、ちょっとかけてみましょうか、ハンゼルさんの音。それじゃあ、あ、ごめんなさい、セーフし、これだけでもう短かったら練習したくなるんだ。弱音の中のこのね、あのディクレマって、あのその老少的な一つのディクレッシェンド、それでも音の芯が死なないの。これ訓練ないとターンとこうなるの。それはね、もう絶対ダメ。これだから弾けなくなりますよ。だからハンゼル、僕だけじゃないんだけど、ほんと最初の1音、日本でもうレッスンおしまいってこと、もうほとんど本当。例えばパストラリアのトントントンティーリラのあのレーレーレーだけでおしまいになった人知ってるもん。そういうもんなんです。本物っていうのはもうレーレーレーと、これ出た時にもうその世界がファーッと広がらなきゃいけないっていうんですよ。これの厳しさっていうかな、この厳しさがあったっていうんです、昔の人たちは。筆者にしてもシナリオにしても、あの今僕ちょうどあのムジカノーバーで、連載をやってるんですけども、あの作曲家がどういうレッスンをしてたかっていうので、ほとんど日本語の文献がないので、あの必然的にいろいろ要所を見たりとかしてるんですけども、ドビッシーの弟子のモイス・ディメリルっていう人が書いた、How to Play ドビッシーっていう、本があって、でそこでですね、そのドビッシーのピアニズムについて全く同じことを、あのこの間ちょっと安井先生に LINE を、しましたけれども、あのピアニッシモからピアニッシモまでの、あの抑揚、そのクエスチョンディクエスチョンも限りなく、あのグラデーションをやると、それでもう密着させてその鍵盤の中でやる、しかもこう愛撫するようなタッチで、そう、もうそれもそうです。だからアフタータッチって一回引っかかるとこあるでしょ、あの下だけで引くんだって。でコルトなんかもね、ハンゼンと仲が良くてね、よく話したってんですよ、コルト あのピアニズムもね、もうあのその2番のショパンの2番のそのフィナーレ、ほとんどこの後ろほとんど指を置いたの見えなかったって。それでね、ハンゼンはね、僕が好きなっていうか大事な昔のピアニストのことよく、はもう本当に話したかったんだろうね、誰も聞いてくれないから。いや、聞いてくれないんですよ、ドイツは。その時代の昔のね、その僕らにとってはもう宝のような時代だけども、
彼らにとってはね、ナチスと結びついてるんですよ。ああいう音楽的なファスティングなんて、熱狂する、義に対して熱狂する精神っていうのは。だからね、戦後はそれをね、次の、例えば半蔵先生の弟子もそうですよ、その素直に受け取るのを拒否したんですよ。だから非常に根は厳しい。僕もね、大学の時いろいろドイツから先生来るじゃない、とんでもないこと言ってるんだ。いや、びっくりしたな。えって。だからそれだけそのドイツにおける一つの音楽的な一つの、クアリテートっていうのは落ちてますでしょうね。すごかったですよ。だからね僕8年間いたんですよ、ドイツに。8年間ほとんど単純なエチュード、体操ですよ。体操、いわゆるゴールのとことか、いわゆるその、ちょっとよかったね。ああ、まあ、言うともう練習始まっちゃうから。いや、でもそれが面白いから。いや皆さんにとって資産に富んでると思います、先生。いや、あのねこんなことね、作曲家の前でやることで、そう自然的にはなんてことないんですよ。例えば、セルニーの40番、皆さん子供の頃やったと思うんだけど、あれ、セルニーはね、早いパッセージのためのって書いたんですよ。で、えらく早いです。ほとんど。スケールにしても。それみんなやらされたの、僕ら。ハンゼットグループレッスンでみんな呼んでさ、1番から10番まで全員って言って、はい、安い3番とか、パッと弾かせるわけよ。あれ、104って書いてあるのよ。テンポ。104って言うと、こんなもんですよ。グリスタンドでしか弾けないの。だから、ほとんど。難しいこれ。そう。バランス取って、一つのアフタータッチから。もうびっくりしますよ。綺麗だし、音がキラ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 、ルルルル、どこに1の指があるか分かんない本当に半音階にしても、どうして君たちは弾けないんだっていうのは今日いや、弾けないんだったら、それはみんなこうやって弾いてきたわけだからさ、もっと速いですよ。もうだから、音なんて弾けないんですよ。だから、ふわっとこの人との愛、体から、背中からの愛、弾けるようになったら、ああ、よしよし、それじゃあ月曜で弾けてるんですよいや、だから今度練習してきますって言ったらさ、いや、今弾けるはずだって言うんだよまさかと思ってね、でもあい、やれ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 、それ弾けちゃったんですよいや、だからね、聖書にあるでしょ、ペテロがイエス・キリストは水の上歩けって言って、信じて歩いたら歩けたっていうまさにね、そんな感じなんです、技術ってのは。だどんなに努力したってダメなんです。あのこの、しっかり指を鍛えて強くしたってね、速くはできないんです。だ声だって、コロラトゥだってそうでしょ。だからそういうところはね、僕、その先生学からすごく学んだところはあるけれど、そういうね、なんていうか、体操です。でね、小山一光さんがね、何の本だったかね、書いてあったこと、ヘフリガーのレッスン、草津の音楽祭でね、ヘフリガーのレッスンを、ヘフリガーって歌手ですよ、歌手のレッスンを見たんだって。で、そこで行われてるのはね、高尚な音楽の、その音楽リートをどう作るかっていうか、そんなことじゃなくてね、単なる体操だって。
体操、一つの声を言うのにどこを開けるとかどうするとか僕らも体験してるの、それだってで、そういうことはもうしょっちゅう僕ら見聞きで知ってましたからね。そういうことをやらされたんだ、8年間ほとんど曲なんてできなかった。でもね、大体8年ぐらいやってね、大体一つの自分の中にこれから組み立てていくべき方法論っていうものの一つの骨組みは分かった感じがしたからね。でここで一回帰って自分で音楽作ってみようと思って帰ってきたのが35ぐらい、それ僕27ぐらいで行ったから、あ、かなり遅く行ったんですよ、嬉しいね。そういうことはね、だからさっき言ったそのアフターたちから、例えばこれは水谷さんの芸大時代ですけど、例えばこれアフターたちの中からこっち奥に行くのと、こういうふうに言って力を支えた時のタッチと、いわゆる指の腹でこういうふうに撫でた時の違うでしょ。ただ音に芯がないと、すごい力がいるんです。ブレーキをかける力が。そして指だってね、それすぐ科学的に考えてみればいいんですよ。よく皆さん指弱い弱いって言うでしょ。バネが弱い、支えが弱い。どっちかなんですよ。だからその指もね、このみんな強い音ばっかりこう出させると弱くなっちゃうんです、指って。だって関節、耐えられないだけやっちゃうから、この関節の先っぽの2つの関節がぐらぐらしちゃう。ただ例えば物を掴むときに僕ら1の指と掴んでますよね、こうつまり普通の指はこう、親指の方に一緒にこういうふうに動くんです。こうやってこうじゃないんです。だいたい音汚い人ってのは真下にストンストンとこう叩きつけちゃうんですよ。前いましたよ、ピアニストでね、私の音どうしてもホールで通らないんだけどって。いや、ピアニストだからあれだけど名前言わないけど、すさまじい音で弾くんだよいや、そんな音で弾いたら通らないよって。ただ、今みたいにちょっとした小さい音で、これ十分通るよ。しかも変化させるんです。変化
するものっていうのはみんな追いますから。だから今ネズミちょっと言ったらみんな見るに決まってる。同じ音だったらすぐ飽きてしまいます。電子音っていうのは聞いてても気なんかなってこう分かんないでしょ。あ、電子音みたいな感じになっちゃう。言うとキリがないけど、そういう訓練に次ぐ訓練です。僕はね、だからね、そのなんていうのかな、その山下さん言ったロマンティックな世界、これもう音楽もう本質的なもんですよ。どんなものに対しても、だからロマン派だけの問題じゃなくて、ハイドンだってモーツァルトだってロマンティックなもんです。バッハだってバッハもちろんその私はね、バッハロマン派だと思う。もうもちろんいやバッハより前の、例えばルイ・クープランとかね、あれはショパンですよ。みんな知らないでしょ、ルイ・クープランとかもっとルネサンスからあるんですよ、音の歴史っていうのは。だからホロビッツが死ぬ間際にモーツァルトのアルバム出した時も、珍しく自分で解説を書いていて、面白いこと書いてますね。その古典派だとかロマン派だとかバロックだとかいうのは音楽学者にとって都合のいい分類なので我々には関係ありません。私はモーツァルトをショパンのように弾きたいし、ショパンはモーツァルトのように弾きたいって書いてますよね。あでもそモーツァルトとショパンは、ね、同じ流れの上にいますよね、うん、そのモーツァルトの弟子にフンメルがいて、うん、それでかなりそのフンメルのピアノコンチェルトとショパンのピアノコンチェルトっぽいですからね、うんうん、なんかこう声楽的にこうねピアノをこう奏者的に歌わせるっていうのは、モーツァルトの感情楽章なんて本当にもうそのままショパンの奥さんの世界に行ける世界だと思う。面白いのはね、今ナイズさん言ったからだけどね、ショパンとかね2つタイプあるんだよ、作曲家、はい、いわゆる自分の声で書きたい人、ベートーベンとかシューマンとか、うん、それとかモーツァルトとか、まあ、ショパンもそうなんだけど、いわゆるオペラみたいに人に、うん、他者に喋らせるっていう、うん、そういう点で似てるんですよ、モーツァルトとショパン。面白いですね、その視点は。うん、すごい。だから例えばノクターンでもリラリリロリラリラでもう一人が出てきてここで何を言ってたのか、もうこういうふうに考えると、そうそう、女性と男性が出てくる。そうそう、必ず出てくる、はいはい、モーツァルトなんてどんなソナタ撮ったってオペラでしょ。登場人物が次々と分かってて、こっちがこうやって、しかもそれだからオペラだから最初から計画されてるようじゃなくて、こっちを聞いてからこっちが入るわけでしょ。そういう一つの間の取り方とかさ、そういうふうにいわゆる楽譜をちゃんと読めるようになればね、そうなんです。だから観念的に言ってるんじゃなくて、実際にそれはそういうことありますね。今安井先生の話聞いててとても面白いと思ったのに、今ここでお話になってたことで、その同じことやったらすぐ飽きるでしょっていう話ありますよね。で私自身はその安井先生ほどこう真面目に技術の訓練をやったわけじゃないんですけども一つ音楽やってて非常に面白いと思うのは、やっぱり音楽ってコミュニケーションですよね、うんうん、ですからこっちが音を出して聴いてる人がどう感じるかっていうことの連続なわけで、うんうん、そこのある意味その例えばさっきピアニッシモの話が出ましたけど、そのお客さんの集中力をどれぐらいのところに保つかとか、そのどれぐらい引きつけるかとかっていうことが技術なんじゃないかと思ってるんですよね。ですからもちろんその音自体っていうのも大事だと思うんだけど、こう例えばさっきトロイメライ出てましたけど、今この時にこの F の音をどれぐらいで出してこう弾くのか、こう出すのかで、これ例えば聞こえないぐらいに弾いてもそれ自体がメッセージになると思うんですね。バランスで弾くかってことももちろんあるし、あとタイミングを同時に弾くのか、ちょっとどっちを先に弾くのかって問題もあると思う。
追っかけて聞いてるかっていうことと、うん、のこうなんか会話になっている、うん、だからね、そのことだからみんな聞くですよ、ね、それあの神様の真実があるから、そこの音に、うん、だからね、これがね、あのそうです、もうほとんどね、あのなんていうのかな難しいけど、歌舞伎だってそうでしょ、手の違う、もうちょっと指ってくる、例えばね、あの宮大工、僕もう関東のとこ行っても毎週毎週いじめられてさ、うん、でも宮大工、厳しい宮大工のところに弟子入りした目のつもりになったよ、な、飲みの使い方、そんな飲みで何を作るんだっていうことよそれね、それここの技術だけで見てるんじゃないの、この人はこの技術で何を作ろうとしてるかって、だからそこのやりたいことと技術の一体感、ね、そうですよ、ね、そうないと何も技術じゃないですよ、ただそのさっき言った技術っていう言葉が僕嫌いなんだよね、うん、科学的な今の現代において技術って言ったらさ、何でも人を楽にしてくれるでしょ便利にしてくれてさあ、技術だから技術があれば楽に弾けるのにってみんな思ってるに決まってるんだよ、僕もそうだった、自分は技術がないから楽に弾けないんだな、苦しいなっていうの、楽になるために技術つけるみたいな、じゃあ楽に弾けるのが技術でしょなっちゃうでしょ、そのうち、うん、ほったらその人の音楽もダメですよ、そうじゃないんです、いつももっともっと欲しいって、まだまだできないっていう難しさを発見することが技術なんでしょ、これを日本の古来のことで技と言うんですよ、技を身につけるっていうのは、技っていうのは満足するもんじゃないもんね、うん、もっともっと高いものを目指すから技なんでしょ、僕はね、あの今ロマン派って僕も本当にね、その今のこれは日本だけじゃないんですよ、世界中の音楽の、劣化したのはそこにあると思う、だからね、フルトベンガラーが一番もうすごく通説に言ってますでしょ、その科学の時代、我々は科学の時代に入っちゃってね、そのいわゆる僕の世界に言ったら計測できないもの、そういうものを見逃してから見えなくなってる、でもそれはね、すごいですよ、フルトベンガラーはその与えられて傷を負ったその武器じゃないと、その痛みは癒せないって、うん、だからパルシファルのね、うん、パルシファルの一つの問題ですよ、あの槍で、あの槍を取り返さないとアンフォルタスは回復しないわけだから救われないわけ、その痛みから、つまりその科学的思考っていうものが、その現代っていうものを、うん、そういう人の砂漠に導いたならば、うん、その科学というものでもって、うん、一つのもう一回そのもっと明確にしてね、うん、それでそれが明確にいかないところには必ず何かこう情念が残るでしょ、うん、そこのところをあぶり出さなきゃダメなんだって、だからそういう教育の中でね、僕はそう思う、だからどんなに感性を持てって言ったってさ、ダメ、いやいや、あの、いや大丈夫ですあの皆さんのトイレ休憩、ね、あ、そうトイレ休憩10分ぐらいで休憩しましょう、うん、あ、それと何か質問あったらどうぞね、あのせっかくだから、まあ、最後に質問と、あ、そう、ね、あるの、じゃちょっとあのすいません、この辺で5分ぐらいあのトイレ休憩を、はい、あのさせていただきます